令和元年台風第5号は2019年7月に発生し日本に接近した後に朝鮮半島に上陸した台風である台風周辺の湿った空気や梅雨前線の影響で各地で大雨となり長崎県には一時大雨特別警報が発表された進路図2019年7月11日頃にカロリン諸島で形成が始まった低圧部が14日9時に ヤップ島の近海で熱帯低気圧に発達。フィリピン大気地球物理天文局は15日6時にフィリピン名ファルコンと命名した。合同台風警報センターは16日7時30分に熱帯低気圧形成警報を発し、16日18時に熱帯低気圧番号 06W を付番した。零六 w は十六日十五時にフィリピンの東で 台風5号となり、アジア名、ダナスと命名された。台風は17日15時には、大型の台風となり、その後少しずつ発達しながら北上し、18日昼頃には、石垣島付近を通過した。台風はさらに東、シナ海を北上、台風による南西の湿った空気と、太平洋高気圧による南東の湿った空気によって、九州付近に収束帯が形成され、 戦場降水帯によって九州を中心に雷を伴った大雨となり、特に長崎県の五島列島と津島では20日に大雨特別警報が発表される事態となった。その後台風は20日21時頃に韓国の全羅北道付近に上陸し、21日3時に熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧は同日21日に温帯低気圧に変わった。 しかし、この温帯低気圧に向けて、暖かく湿った空気が流れ込み続けるとともに、上空に寒気が流れ込んだことにより、西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、広い範囲で雨雲が発達しており、22日夜遅くには、東海地方で局地的に猛烈な雨となった。高知県で一人が行方不明となったほか、長崎県で四人、 福岡県と沖縄県で、それぞれ1人が負傷し、全国で、行方不明者1人、負傷者6人の人的被害となった。また、重火被害は、半壊2棟、一部破損8棟、床上浸水216棟、床下浸水520棟などとなった。その他、7月31日までに、全国で少なくとも24件の土砂災害が発生。 この24件のうち13件は長崎県で発生しており最多となった。7月22日、安倍総理は総理大臣官邸で行われたこの台風に伴う大雨に関する関係閣僚会議に出席した。ありがとうございます。